家庭菜園ライフ。三鷹で菜園を楽しんでいる高畑です。今日はもみがらくん炭の効果と使い方についてご紹介したいと思います。皆さん、もみがらくん炭、おそらくほとんどの人はご存知だと思いますけれども、なかなか使ったという方は少ないのではないかと思います。もちろんもみ殻とついていますから、もみ殻を炭にしたものですけれども、この資材はその中に入っている計算の量がパーセンテージとして多くなって、いろんな面でですね役に立ちますので、これについて今日はご紹介していきたいと思います。最後に質問にもお答えしますので、ぜひご覧ください。それでは行きましょう。まずもみ殻くん炭を見ていただきます。これがもみ殻くん炭です。これは山梨の農協で買ってきたものです。これだけの量でですね、お米の袋1袋分ぐらいあるんですが、金額にして900円ほどで売っていました。もみ殻くん炭はどう作るかというとですね、400度以下の温度でゆっくりと蒸し焼きするような感じで作り上げます。そうするとこういうふうな炭状になりますので、形はあまり崩れないままですね、炭化します。そして炭化することによって、この中に穴ですね、細かい穴、つまり多孔質に変化します。これが土の中に入るとですね、菌がここに住んでですね、野菜の根にいろんな養分を届けてくれるということにこの資材が役立ってます。匂いを確認しましょう。ほとんど無臭といった感じです。逆にもみ殻くん炭は先ほど言いましたように多孔質になっていますから、周りの匂いを吸収する役割も果たしています。それでは一つ目の使い方から紹介いたします。一つ目は土壌改善です。土壌改善として、一つ目が排水性、二つ目が保水性、そして通気性、まずこの3つが挙げられます。この効果はくん炭にする前のもみ殻がすでにこの性質を持っています。もみ殻というのは形が手のひらをこうつぼめた船のような形をしていますので、それがいろんな形で土の中に入った時に内側には空気が入ります。でまた湿りますので、通気性、保水性、そして排水性、この3つが保たれるということです。それがくん炭になっても同じ効果があります。排水性、保水性、それから通気性が良くなると、まず根張りが良くなります。当然根は空気も水も求めますので、それが全部揃っているという状況の中では、根がどん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 張っていくには一番いい環境になります。また排水性が良くなるということは、根腐れのような病気にもなりにくいということです。水持ちがいいということはですね、乾燥が防止されるということで、根が水分をよく吸収して成長が良くなるということが言えます。ということで夏野菜に必要な土壌に変わっていきます。2つ目の効果です。酸性土壌の pH 調整にも役立ちます。くん炭はアルカリ度が8以上あります。ただしこのくん炭溶けづらいので、直ちに酸性のものをアルカリ性に傾かせるというわけにはいきませんが、じわじわ効いて緩やかな土壌改善につながります。日本は比較的酸性雨が降って土が酸性に傾きやすいんですけれども、それを防止することができます。では実際に使ってみましょう。今日はうねまを使いますけれども、このように上に振りかけます。pH 値を変えようとするのであれば、1平米あたり2リットルくらいは最低でも必要かと思います。ただある程度すき込むことによって微生物を活性化させようということであるならば、そんなにも入れる必要はないと思います。少し入れただけでも水はけの改善になったり、通気性も良くなりますので、根張りが良くなるということにはつながるかと思います。では耕してみます。夏野菜にとっては長期間この畝で栽培することになりますので、根張りはとても重要です。特に畝間ですね、3ヶ月も4ヶ月も育てるということになりますと、畝からさらに根が伸びてですね、この畝間の方にもやってきます。畝間というのは通常歩いて踏み固められていますけれども、このくん炭を混ぜることによって、ある程度踏み固められても土の中の方は保水性、それから通気性が残りますので、根がどんどん張って、そこから畝間にある肥料分も吸収することができるということになります。3つ目は害虫予防です。このくん炭が出す匂いは人間には無臭というか感じ取れませんけれども、アブラムシが大嫌いなんです。ということでアブラムシの対策として非常に有効な資材となります。
アブラムシは炭のような匂いを嫌います。コーヒーのカスの匂いも嫌いなようなんで、ローストしたような、あるいは炭化させた、そんな匂いが嫌いなんじゃないのかなというふうに思います。では実際に使ってみましょう。今回はプランターのそら豆に使ってみます。すでにこのそら豆には冬の間もみ殻をこのように巻いてあったんですけれども、今回はこのそら豆の根元に巻いてみたいと思います。このように株元に巻くだけです。畑でも同じように株元に巻いてみましょう。こんな感じで下の土が見え隠れする程度かければいいと思います。4つ目です。マルチとして使うことです。マルチにすることによってですね、この燻炭というのは黒いので地温を上げることにも役立ちますし、先ほどからご紹介しているように保水性、それから通気性といった面でもですね、ビニールマルチよりもさらに、ビニールの場合はある意味空気を通さない、また水を通さないといった面がありますけれども、このもみ殻燻炭は水も通します、空気も通します。その上で中の土を温めるという役割もしますので、マルチとしてはおすすめの資材です。その他雑草対策、それと先ほどもありましたように害虫対策にもなります。このような効果が期待できますので、ぜひ使ってみてください。最後5つ目です。野菜の成長に役立つ効果が期待できます。2つの効果が期待できますので、これをご紹介したいと思います。1つ目はケイ酸という成分です。この成分はもみ殻に 20% ほど含まれています。ですのでもみ殻でも十分な効果は期待できるんですけれども、もみ殻燻炭の場合は炭化したということもあり 50% のケイ酸が含まれています。このケイ酸はですね、植物にとってはとても大事な成分と微量要素ですけどもなります。というのはケイ酸が植物の光合成を活発にします。そのことによって植物はどんどん成長が早くなる、あるいは大きくなるということにつながっていきます。光合成を活発にして野菜を元気にして大きく育てることができます。2つ目の効果です。地中に住む微生物の菌根菌、これを増殖させます。どのような菌かと言いますと、この菌はネットワークを組むことによって根が届かないようなところにある栄養素ですね、例えばリン酸、これをそのネットワークを通じて野菜植物の根に届けるという役割を果たします。このネットワークを構築するためには菌根菌が増殖する必要があります。しかし菌根菌は他の微生物と比べると若干弱く、どうしても隅に追いやられるようなくらい弱い性質を持っています。しかし燻炭を投入することで、そこが住処となって増殖していきます。夏野菜ではリン酸はとても必要な成分です。実を大きくするのに役立ちます。菌根菌が増えることで大きくて美味しい野菜がたくさんできます。この2つの効果が期待できるため、物理的な土壌改善だけではなく、土壌の養分や微生物の増殖にも役立ちます。ということで効果をご紹介してきました。ホームセンターでも燻炭は小袋で購入できますので、これを使っていただければですね、ご自宅のプランターなどでの栽培にもご利用できますので、ぜひやってみてください。それでは質問コーナーです。こちらのぼかし火の動画にコメントをいただきました。ぼかし火の使い方について教えてくださいというコメントです。ぼかし火は全く一般的な化学肥料や鶏粉と同じです。使い方としては元肥にもなりますし、追肥にもなります。ただ特徴としては速効性があって、なおかつ長期間効くということですので、どちらかというと追肥なんかに向いているのではないかというふうに私は思います。使用量としては鶏粉と同じ量だと思っていただいていいと思います。1株あたりだいたい 10cc を2箇所、つまり合計 20cc ぐらいが適当な量かと思います。ぜひご自分で作ってですね、やってみてください。今日はもみ殻燻炭の効果と使い方についてご紹介いたしました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた。